おぉ、おぉ、おぉ、7、ラッシュ、ラッシュ。キコーナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、シーサです。トミーです。池田です。さあ、というわけで珍しくですね、はい、3名でオープニングですけれども、はい、今回は、前回に続き兵庫県川西市のキコーナキセラ川西店さんやってまいりました。で、今回は、まあ、3人並んでますけれども、池田店長と僕の方でちょっと実践をしながら、トミーさんには引き続きあのフレンドチェアですか、あれで後ろで座ってあの見ていただこうかなと思って。メダル用意していただいたりとかそういうことじゃなかったですか？そっちの方いろいろやってくださる。あ、そのために。はい、わかりました。裏方を。はい、じゃあトミーさん今日スタッフということで、はい、ちなみに前回前々回はパチスロの設定6を出してもらったんで、できれば今回ちょっとパチンコを打ちたいなと思ってるんですが、大工の源さん超いだてのライトバージョン、はい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 、これをまあ導入されてもう日数経つんですけれども、1回も打ってなかったので、まあ今更ですけどちょっとどれぐらいのもんかなと。よかったら今日は意外とこう、意外とっていうか、しっかりと人気機種というかね、そこが多分いい。いや、めちゃくちゃいいです。うちはもう本当にいいですね。そうですよね。で、うん、お店によっては数十台設置されてるお店なんかもありますし、はい、まさにグランキコーナ堺店さんとか、はい、グランキコーナ堺店で今20台ですね、はい、原産シリーズで100台ですね。100台ですね、はい。まあ、こういうお店もありますんでね、まだまだこれから息の長い機種になってくるでしょうし、で、僕はまだライトの方打ってないんですよ。なので実際の継続率が本物か、ライトでもしっかり出せるのか、 SNS とかでよく一撃一万発とか出てますけど、本当に出るのかどうか、その辺の検証も兼ねてちょっと打っていきたいと思いますので、はい、今回は大工の源さん超いだてんライトバージョンでいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今日はせっかく池田店長もトミさんもいらっしゃるので、はい、3人で出玉バトルをそうですねしようかなと思います、はい、で、表示上の獲得玉数が一番多かった人の勝ち、うん、で、一番少なかった人が負け、はい、なのでラッシュが終わった時の出玉だけ一応メモするか写メ取るかしといてもらうと分かりました。助かります、はい、じゃあ3人で出玉バトル、はい、いきます。はい、これでも実戦でゲンさんのライトミドル打つの初めてですね、私。あ、本当ですか。はい、僕ね、1回だけ触ったんですよ。はいはいはい。散々な目に遭いまして。あ、そうなんですか。はい、7回当てて、はい、全部ラッシュラッシュ。うわ、それきついな。7連単で、はいはいはい、これ 50% きつくないかって思って。あー、なるほど。まあでも、この継続率 92% っていうのはやっぱ本物で、ラッシュ入ればライトスペックとはいえ結構やっぱ連チャンしますよね。お、え、早速だぜ。マジタヌキ飛んでます。タヌキ、あ、タヌキ新キャラです。あのライトで出てくるプレミアムか。やっぱ銀パラの時も強かったもんね。銀パラの時も強かったでしょ。お、ラスケた。アーガアーガアーガ。あ、ダメなやつですね。あ、いける。あ、全部ある。おお、極限演武マジ。え、図柄なんでした。あ、図柄っすか。図柄って天敗図柄なんですか。すいません、見てなかったんですか。見てない。タヌキが、タヌキが気になった。あれですよね。こんなビル建てやがって、何をごちゃごちゃ言うてんねん。うるさいな。人を見なさまを持ってへんねん。あ、同じですか。マジ、なんでそんな同じ変動らへんで。まあライトスペックなんでね。まあまあね。あー、ダメでした。さあ、トミーさん、天敗力は1なんで、まあ、後半行ったからといってちょっと弱いかも。ちょっと弱いですか。
わずか早っ、やばい、ラッシュ入れないと、ラッシュ入れないと、ね、これがなかなかやっぱり 50% なんで、ミドルの感覚で思ってると 10% がね、意外とねきついんですよ。ちょっとやっぱさすが、あの初当たり聞いて声量でかなってません。やっぱ当たるとね、はい、嬉しいですね。確かに確かに。あ、さあ来たぞ。ビーチだぜ。これ最初見た時、あ、500だと思ったら500が普通なんですよね。ライトはボタンは普通ですね。ビーチだぜ。お、なんだ。あらラッシュ当選ならず、ならず、ならず、なるほど、残念でした。さあこっちは1テンパイのバトルなんで後半発展ですね。チャンスです。いやでもどうかな、ちょっと弱そうですね。疑似連も1回だけでしたね。何も来ない。いや全然ダメっぽいな。ただこの辺りはライトなんでね、当たってくれてもいいんじゃないかなって思ったりしますけど、いけ、あ、お、来たー、当たった、マジ、待て待て、さあトミーさんはラッシュなかったですけど、いややっぱライトいいっすね、当たりが引ける。いやいやいや楽しそうですね。いやめちゃめちゃ楽しいですね。いややっぱこうやって一喜一憂の機会がこう頻繁に来るというのはやっぱいいっすね。やっぱライトのバトル面白いですよ、うんうん、さあ行きましょうか。証言ラッシュ白、白か、白だもんな、ダメか。いや突破が難しい 50% なのに。お、チャンス、え、ちょ、ギジったら当たりです。あ、そうなんですか。え、6点じゃないですか。6点パイでしょ。 6でしたね。6です。いやもうこれいただきましたね。これ当たりですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。6で転敗すればですよ。はい、しますから大丈夫です。あ、ほら当たりました。ありがとうございます。池田店長、ありがとうございます。いや気持ちいいですよね。6で激連、激アツ。めったに見れないですよ、6番目は。いやいやいや、気持ちいい。はい、極限演武。一番最後に当てた池田店長がラッシュ入れそうな気がするな。お、第3弦いった。はい。いやいやいや、気持ちいいな。プライベートでこんなん見れないですよ。めったに出ないですもんね。いやほんまに、もうドラゴンボールの親子カメハメハみたいになってるじゃないですか。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ池田店長、あとはラッシュですよ。そうですね。
まあまあお先にいただきます。 50% なんで、はい、3人当てりゃ1人ぐらい入るでしょう。まあまあそうですね。いやー気持ちいい。おお、おおおお、ええ7、ラッシュラッシュ、やばい、マジか、ありがとうございます。うわー、これいきなり池田店長が、だから池田店長こういう人なんですよ。いやそうなんですよ、こういう人なんですよ。一番薄いところしか引けないやつなんですよ。良くも悪くも、良くも悪くもダメな時は本当ダメですもんね。すごっ。ああ音が気持ちいい。はい、目標どれくらいでしょうか。一発目、目標はまあ一発目なんでとりあえず3500は、3500は超えに行きましょう。はいはいはい、おお、はい、いただいた、ありがとうございます。気持ちいい、たぬき、あら、うん、あれあれ、ちょっと待て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 、どういうことどういうこと、あるでしょあるでしょ、大丈夫大丈夫大丈夫でしょ、怪しくないか、怪しいぞ、怪しくないか、怪しいぞ。準備完了だ。 92% ありますからね。こんなところでいらんぞそういう変な引きは。おい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 、はい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 、終わってなかったですね。危ない危ない、ありがとうございます。はい、これは池田店長がそのまま決めそうですね。だあの冒頭に言ったじゃないですか、僕チャージしてきたんで。本当ですね、はい、チャージしてきたんで今日はしっかり。え、どういう風にチャージしてきたんですか。プライベートでしっかりやられてきたんで。なるほど、いろんなものでそういうことなんで、はい、普通逆でしょうよ。いやそうなんですよ、こいつすよ。順調やな。順調っすね。まだまだ始まったばっかりですけど、今ど れ,、ね、どれぐらいですか、出玉の方は。今でもう間もなくもう2000発ぐらい、2000ぐらいですね。あ、今2000ですね、ちょうど。あ、2000、はい、ライトでも早いな、やっぱり。あら、まあまあまあ、あれ大丈夫大丈夫、2000発大丈夫っすよ。頼むで頼むで、いやー厳しいんじゃないこれ、頼むで頼むで、あー終わった。うそ、まあまあまあ、2184、あーないか、くー、2100です、2100、よかった。いや、これで、まあ、当てればなんとかなる。まあまあまあ、いきなり5000とか出されたらもうやばいですからね。まあまあそうですね、まあちょっともうワンチャンス作りますよ。まあ当たりは引けるでしょう。そうですね、でも本当ライトって静かですよね、うん、確かに。トミーさんなんてもう当たり引いた後黙り込んじゃって何も起きないでしょ。マイクないからなんか大丈夫ですよ、ちゃんとあのなんか結構惨めな気持ちになる。お前から半端ない。自分が喋っても声届かないんじゃないかっていう。若干控えめに行くと控えめにもなりますよね、そりゃ。えおお、中保留、中保留当たりますもんね、それは結構。いやー、いただけますよ、これは。さあ、来い。2段階。
あ、3段階いった。おはい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 、あ、それ当たるやつやな。これはモロタンちゃん3段階位置ね。はい、はい、ギジレン。ギジレン1回だけでしたね。1回だけですね。まだ8回転しか回してないんですよ。いや、そうですよ。早くない？いや、これライトハマりそうですね。ライト面白いんですよ。いや、おもろいっすね。当たりが引けるんで。いや、ほんまに。ライト打ってしばらくするとあれミドルいけるんだねって思うんですよね。そうですね、確かに。で、バチバチにやられるっていう。そう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 。せっかくライトで5000発くらい出してもあっという間なくなります。そうですね。はい、おい、いや、もう池田店長先に言っときます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これは当たるやつだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい。大当たり感、8回転。8回転です。早すぎる。さあ、これもう一発ぶち込むか。そう、うまくいくかな。残念でした。まあ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 ね。トミーさんの方にやっとビーチが来ました。バトルビーチ。多分トミーさん120回転回して初のバトルじゃないですかね。それぐらい静かに見えました。そうですね、入れるんじゃないかな。
今当たると思ってなかったです。完全に油断してましたもんね。良さですよね。すごい、うん、もうちょっとした道からでもチャンス、はい、チャンスがある。ランプの 50% がなかなか難しい印象なんですけどね。まあどうでしょうね、というか。おっ、うん、チャンスアップ出てます。マジですか。はい、チャンスアップあるっす。これはあるな。当たると思ってますね。もう当たると思って見てますね。タイトル普通当たってお願い。